あなたと話がしたいって。帰ってください。ジュノさん、ナナミさんは事故で死んだんじゃないのよ。殺されたの。ミハルは不正がバレると思ってナナミさんを襲ったのよ。ミハルはあなたも殺すつもりよ。彼女の話を聞いてあげて。なんでナナミがいるなんて言うんですか。ナナミは死んだんです。死んだんです。もう二度と戻ってこない。もう二度と会えないんです。それなのになんでそんな嘘を。ジュノが着てるのは私と初めて会った時に着てたシャツなの。あなたが着ているのは初めて会った時に着てたシャツだって。あの時私ジュノのこと誤解して叩いたの。その時誤解して叩いたんだって。ドアを見てって言って。ドアを見てって。刑事さん、とりあえず話を聞きに来てくれるって。よかった。今からここに来るわよ。あ、新しいパスワード。刑事に渡して。はい。刑事に来たら渡してって。じゃあ、あとは待つだけ。運転さん。はい。七海は。ああ、七海さんは。ジュノの左にいる。あなたの左にいるって。こ
ここにいるの？そう。そうだって。ななみ。もう一度抱きしめたい。私ももう一度抱きしめたい。ななみさんも抱きしめたい。分かった分かった分かった。私を使って使う？私の体に入りなさい。早く気が変わらないうちに。ナナミを殺したのはお前か。ナナミから全部聞いた。パスワードが欲しいんだろう。
せ。嫌だ。なんでここに？あなた死んだのよ。は？